最終ホールまで来ました。パー9番ホールが今これ最後パー5、609ヤード、ちょっと長いね。長いですね、ここ。ほんでね、紳士ゴルファーの皆さん、1番、2番ホールね、ちょっとおふざけっぽかったのがね、ちょっと、なんだこいつと思われたかあるので、謝ってきます、一応。すいませんでした。じゃあそこからね、紳士で、やっぱり、やらなあかんのね、ゴルフは。ね、後輩くん。はい。紳士のスポーツ。じゃあ最後に行きたいと思います。はい、お願いします。いいね、バッチリじゃない。バンカーか。お、バンカー超えた。超えた。完璧。はい、これすごい綺麗じゃないですか。噴水があるんですよ。ほんでさっきティーショットから多分あのバンカーは超えてるはずなんで、今ねこれすごいね。やっぱゴルフはいいね。こうやってねゴルフできて気持ちいいわ。タブレット持ってきたんだけど、気づいたらね、1ホール目から、もう2ホール目か、カラスに気づいたら持ってかれて、ほんで、後輩くんね、酒、著名に酒飲んで、あの、カビティッピーをね、来たんですよ。で、隠して置いといたら、それも2ホール目でね、気づいたら、カピキ、イリピーな、カキピーか、持ってかれたんですよ。というようなことでね、またちょっと、セカンド探してね、準備してまた打ちたいと思います。はい、ティーショットね、あそこですね。これ、609ヤード。めちゃめちゃ長い。ね、噴水があって、あそこはティーショット打って、多分ね、バンカー越えたと思うんですよ。よいしょ。あるかな。ああ、ありましたね。うわあ、打ちにくいとこになるな、なんか。結構飛んだぞ。あそこ、噴水の向こうがティーショットで、ここですね。よいしょ。じゃあね、こんな感じかな。じゃあ準備して打ちたいと思います。もう300、20か30ぐらいあるな、これ。350、330、20か。スリーウッド。お、いいね。起きて起きて。OK。行ってみます。残りね、155から160なんで、6番。609ヤード、これ、今、2オンでここなんで、3オンできるかもしれないですね、600ヤード。うわぁ、下がり。ちょっとこれ、軽くした方がいいな。うわぁ、ナイス。惜しい、届かなかったですね。エッジ手前ですね。惜しかった。さあ、4打目ですね。5ヤード、3ヤード。これバーディーチャンスだな。じゃあね、準備して打ちたいと思いますんで。まさかの609ヤード、パー5、バーディートライ。うまかったね、ここ。はい、バッチリです。トントントンと来れば、打てるとね。そうですよね。ああ、まあなんとかパーはいけました。あ、ナイスパー。じゃあね、午前中これで終わります。じゃあまた引き続き後半よろしくお願いします。